はい、こんにちは、僕です。ベンジェンス続きをやっていきましょう。ちょっと録画外でね、このね、芝周辺のね、エリアをだいぶ埋めておりました。まあ、一通り探索は済んでいる状態なので、ヤナンシーのクエストを受注して、ここにいるね、アプサラスを倒していきたいという感じです。あとね、このマーメイドも作成しておりますので、マーメイドを使っていきたいと思いますね。相変わらず可愛いんですけど。プレステ5の画質でマーメイドをね、拝んでいきましょうか。まあ、いや、とりあえず戦っていきましょう。アプサラス、リャナンシーの依頼を果たす。すでにあの悪魔に雇われ、死角となっているようですね。私の救済の邪魔をさせません。返り討ちにして差し上げましょう。一度ちょっとこちらはね、録画外でクリアしてしまったんですけど、クリアしちゃっていいだろうと思って。そしたら別途ね、ちょっと特殊なイベントが差し込まれたので、改めて戦っていきたいと思います。まあ、アプサラスは偽弱点の悪魔なので、弱点をね、狙って戦っていきましょう。そこまで苦戦せずにやっつけられるんじゃないかな。とりあえずアプサラスを倒して、で、周りのアガシオンはブフ弱点だと思うので、嵐からの歌声を見ていきましょうか。めちゃくちゃ映像綺麗になってますよね。映像もですけど、FPS が上がってると思うんで、ぬるぬる動きますね。やべ、マガツヒダメ的だな。このターンでできれば片付け切りたいな。ヨーコさんはブフ系の魔法使えないので、氷結の消費石。で、嵐からの歌声もう一発行きましょう。かわいい。やんごとないな。いや、倒しきれそうですね、これは。よしよし、片付けました。で、このね、何峰陽子でしたっけ？広峰陽子か。これ以上新しいスキルを覚えないみたいなんですよね。なんということでしょう。私たちの考え、理解していただけなかったようですね。私たちは弱き悪魔のためを思い、私たちなりの救済を行っていたのに、それを踏みにじるとは。弱き悪魔がこの地で生き延びるために、良き庇護者が居場所を作る。それのどこが悪いのでしょうか。いえ、やり方が気に食わないというのもあるでしょう。それならば、あなたが考え、あなたなりの手段で弱者を救ってくださるのなら何も言いません。それが強き者の責務でもありますから。アプサラスは逃げ去った。とどめはね、刺さなかったんですね。じゃあこれをとりあえず報告しに行きましょうか。土雲が会話したいらしい。東京タワーにある流血まで解放済みなので、東京タワーにはすぐにでも迎える状態ですよね。まあ、ただ、この戦力で勝てるかな？ちょっと不安なんだよな。かなり苦戦しましたよね、無印の時。いや、報告をね、していきましょう。ねえ、アプサラスのことだけど、その後どうなったの？計画を阻止した。さすがね、あなたに頼んでよかったわ。ありがとう。威力のコーンを2個。ねえ、私を仲間にして、あなたはきっと大物になる。そのお手伝いをさせていただくわ。リャナンシーをね、いただいていきます。騎乗リャナンシー。ねえ。あなたがアプサラスを倒すという決断をしてくれてよかったわ。私も彼女はうさんくさいと思っていたから。アプサラスのやっていたことは、つまり義務教育制度のようなものでしょ。でも実際の学校というものを考えてみれば、その問題は明らかよ。嘘をつくな、みんな仲良くと育て。世に出れば正直者やお人よしは淘汰される。結局弱者は弱者のまま、搾取する側が搾取されるのに都合のいい人間を効率よく育てるためのシステム。私の学校も。いえ、今はそんな話をしている場合じゃないわね。先に進みましょう。なんかちょいちょい陽子さんがね、口を出してくるんですよね。
まあ、今回はこのまま東京タワーにね、向かっていきたいと思っております。ちなみにリャナンシーってレベル17なんだ。何が使える?ああ、メディア覚えるのか。レベルが上がれば。これ多分戦うことになるんでしょう、また。東京タワー前から、強力な悪魔の気配を感知した。この先へ進む場合、十分に注意することを推奨。青髪は危険な悪魔の気配を感知したら警告してくれる。オッケーオッケー。いや、セーブしてあるんで、このままじゃあ東京タワーに行きましょう。帰ってきましたね、東京タワーに。これなんかムービーが確か差し込まれましたよね。これは青髪の記憶。聞け、同胞たち。アブディエルだ。天使長の命により、我、アブディエルが、ベテル全軍の指揮を取る。我らが敵は混沌の悪魔ども。邪悪な蛇に従い、秩序を破る者たちだ。しかし、恐れることはない。我らには神の加護がある。各地より集いし精鋭たちよ、ベテルの定めし秩序を胸に戦え。我らの剣をもって闇に裁きをもたらすのだ。出てきましたね。このね、閣下の姿を見るの、ここと最後だけだったんですよね、結局ね。他のシリーズもそんなもんか。何時らの崇める神は死んだ。めちゃくちゃでかいよな。人を全ての支配から解放するため、大魔王がそれを成したのだ。蛇め、妄言を。ああ、蛇ってルシファーのことか。妄言ではない。私は始皇帝、神の玉座にたどり着いた。天使であれば、その意味は理解できよう。かつての同胞よ。瞬殺だわ。秩序が崩れ、混沌が世界を、そしてその混沌の中から真の再生が、未知なる未来が生まれる。我の最後の役目だ。その未来に芽吹く種をまく。これルシファーの体は滅んで、何かがね、撒き散らされた感じなんですよね。6号は得体の知れない光景を垣間見た。どうしますか?今のは青髪の記憶。巨大な悪魔がいた。大魔王ルシファー、混沌の主界と称される最強の悪魔だ。あの存在に出会った後、私は活動を停止した。そして君の存在を感知したことで再び起動した。記憶データの一部が回復。そうだ、私はベテルに所属し、任務でここに来た。この近くにベテルの基地、東京議事堂が存在している。そこでは
ベテルに所属する天使たちが人々を守るため活動していた。少年、君の友人を運んだという天使もそこにいると推測できる。君自身の安全のために東京議事堂へ向かうとしよう。ねえねえ、ぼーっとしてる場合じゃないよ。何か来るよ。来ますね。やっぱ戦うんですね。ベンジェンスになったら戦わずに済むのかなって思ってたんですけど。ああ、出てきちゃった。ヒュドラ。普通に怖いよな、こんなでかいの。でかい。これが東京タワーの魔物。強かったよなこいつ。大丈夫かな。そう、おとなしいんだよね、飛翔が。確かブフ弱点だったと思うんだけど、さっさとマガトキ回心入れてしまおうか。まず、全てクリティカルにして、これどっちがいいかな。これもね、落ちてたんで拾って習得しているんですよね。これなんて読むんでしたっけ。覚えてない。これなんて読むんでしたっけ。いや、これを使うよりもブフの方がいいかな。こっちの方がいいか。アラマサ連山っていうのか。ヒット数がでかいからさ、いいですよね。んで、ブフかな。タルカシャとか巻きたいところだけど、全然削れないな。カルンダとかも入れたいけど、2ターン目だな。とりあえず1ターン目はみんな攻撃していけますか。弱点を狙った方がいいんでしょう。少しでも。全然火種が稼げない。嵐からの歌声。これは欠かせないんだよな。ただ、マーメイドは弱点を取られてしまうのが危険だと思ってるんだけど、どうかな。いや、ブフにしとこうか。これどっちの方が効いてるのか結局わかんなかったな。いや、ブフの方が効いてる気がするけど。タルカじゃ巻きましょう。で、タルンダも入れときたいですよね。あと、ラクンダが欲しいところだけどな。もう一発、嵐からの歌声。これでまだ体力半分まで削れてないからな。強いですよね、普通に。あー、まあ、ガツ品を集めた。そしたら、まあ、とりあえずブフだな。クリティカルは出ないので、ブフを入れて、氷結の消費石。んで、嵐からの歌声。もうカットしちゃっていいかな。そしたら、魔月品を貯めてるんで、闇消石を使った方がいいんじゃないかな。多分ね、毒の攻撃をしてきますよね、確かね。で、その間に、タルカジャ2段階目かけて、タルンダも2段階目入れときましょう。ラクカジャが欲しいな、ラクカジャが。いい感じに削れていますけど。あ、ほら、打毒の息。これで毒になるんですよね。で、ブロックしたから、オッケーオッケー。いいぞ。で、ブフ。さすがにね、一度倒した相手だから、そこまで苦戦はしないで倒せるかな、このまま。大門はね、以前戦った時もね、連れていましたよね。で、消費石を使って、アイテムもね、ふんだんに使っていきたい。嵐からの歌声、嵐からの歌声が強いですね、やっぱりね。で、ルフ。もうこれ以上、バフでバフを入れる必要がないから、このまま殴っていきましょうか。待って、自分のスキルを何か使おうかと思ったけど、アギとメドは両方効かないと思うんだ。ジオでいいかな。ジオでどんぐらい効く ?38 か。やっぱマーメイドが主力ですね、ここではね。大暴れ。やっぱ大したダメージじゃない。危ないけど。あ、来たよ、ファイアブレスが。マーメイドが落ちた。マーメイドが落ちてしまった。どうしようかな。
マーメイドいなくてもいいんだけど、経験値は欲しいんだよな。よし、マーメイドを起こして、いや、先にブフは入れといた方がいいかなってちょっと思ったんだけど、悩ましいんだよな。攻撃するでしょ。で、一旦回復しておきたいかな。これでいいか。これ回復量足りないっすね、さすがにね。で、マーメイド呼びますか。これでこのターン終わっちゃうか。いや、まだいける。まだいけるけど、あ、たるんだ溶けちゃうな。いや、まあ大丈夫か。どうでしょう、このターンしのぎたい。耐えてくれ。またクリティカル出してきたの。危ない危ない危ない、しのいだぞ。でブフ、このターンで終わるな、さすがにな。あ、 MP がないぞ。 MP がないです。殴ろう。下手に殴るよりもガードした、パスした方がいいのかもしれない。ミスられたらお詫びだからぞ。いや、これはいけるな。これでとどめが刺せるんじゃないか。嵐からの歌声、うん、倒せましたね、ヒドラ。ちょっと危なかったけど、クリティカル率高かったですね。結構経験値もらえると思ってたんだ。よしよし、これで最初のダート終わりなんだっけ。すごい、あんた強いんだね。そうね、力だけでなく指示も適切だった。あなたがいなければ倒すことはできなかった。その姿の影響か、元々の素質かはわからないけれど、あなたの力量はよく理解したわ。こんな場所に来て少し不安だったけれど、あなたのような優秀な協力者に会えたのは幸運だった。うん、本当に不安だった。そう見せていなかっただけ。弱みは見せるなと教わったから。引き続きあなたに指揮を頼むわ。これからもよろしく、ペペ島6号。これからもついてくるのか。東京タワーへ向かえ、達成しました。よかった。うん、マメド復活しといてよかったですね。レベル15まで来ましたね。着々とレベルは上がっていますね。いや、でも新しくスキル覚えないんだね、ヨーコさんは。この以上。マリンカリンいるかな。マリンカリンはいらないかな。マーメイドが落下じゃ持ってたんだ。ヒドラの合体が解禁されました。とりあえず回復しに戻ろうか。青髪が裏にまで会話したいらしい。少年。あ、喋らないんだ。先ほどの塔の悪魔、ヒドラを撃破した戦いは見事だった。この身に宿る力が呼び覚まされるのを感じる。多頭の蛇と私には因縁があるのだろうか。あー、ヤマタノオロチとスサノオですよね。君にとっても、ここまでの道のりは慣れないことの連続だったと思う。それでも諦めることなく、私と戦ってくれた君に敬意を抱いている。合一神としての人格が上がった。またポイントもらえるのか。レベルがね、上がってるわけじゃないんですよね、これね。3ポイントもらえるから全部速度に振ろう。こんなところかな。そして、先に進んでいきたいんだけど、いいか、特にやり残してることはないからな。で、なんかお坊さんが確か出てくるんじゃなかったっけ。お坊さん、あ、待って、先にこっちも確認していきたいな。ちょっと行ける場所が、これで、増えましたね。あ、ここに、ミーツがあるのか。ちょっとミーツもたくさん欲しいんだよな。あ、これでたくさん手に入ったわ。ちょうどいいや。あれ、ここは未満いないかな。あ、また、マガツロがある。結構な頻度で出てきますね、マガツロ。うん、大体宝箱がありますね。で、新しく追加された悪魔の写し見が手に入ったりするんだけど。うん、ハルパスの写し見。写せ見。で、さらに奥にもあるのか。待って、未満はいなかったかな。いなそうかな、わかんないんだよな。いや、行っちゃおう。さらに奥に行けますね。あ、ミーツがあるな。
ミーツはありがたいな。絶景ポイントだな、ここ。すごい東京タワーがよく見える。これなんか一人称視点とかはできないのか、ここから。あ、待って、あそこに交流が見える。交流って初めからいたんだ。行き先は、東京タワーの向こうだと思うので、まあ、帰りましょうか。で、結構ね、ミーツが溜まりましたんで、新しいカムイも獲得していきたいんだよな。あれ？このアイコン、あ。なんだっけこれ。少年。近くに巨大な石像が存在している。かつての決戦で神に挑むため、魔力を増幅させて巨大化した悪魔のようだ。しかしそこまでしても神にはかなわず、天罰を受け、石へと変えられたのだろう。デカラビアの魔力。というか、ま、経験値ですね。いただいていきましょうか。これかなりレベル上がりますよね。あ、ヨーコのレベルも上がるんだね。全体的にレベルが上がりました。リカームはいらないかな。置いとこう。あ、エンジェルのうつせみもらえる。よしよし。あ、そうだ。マーメイドの楽園がここにあるのか。ちょっとセーブしてから行きますか。これはマーメイドのサイドクエストなので、ちょっとこれも片付けておきたいな。少年。この先から強力な悪魔の気配を感知。まあ、向かっていきましょう。確かね、マーメイドが向かってくる。ちょっと遠くでやり過ごしますか。39マッカしかくれないの。マーメイドがたくさんいますね、ここね。マーメイドじゃなくて、パズスがいるんだよね。踊れ。我はパズス。悪霊の王者。乙女らよ。我が風で悪霊となり、我の前にひれ伏すのだ。とりあえず倒していきましょう。パズスって何弱点かな？パズスは邪神扱いなんでしたっけ？弱点わかんない。念のため確認しておこうか。万里のメガネで。あ、氷結弱点なんですね。意外だな。あ、硬い。めちゃくちゃ硬い。氷結の消費石使って、嵐からの歌声。これ、マガトキ関心使っちゃってもいいな。なんか、タルカジャとタルンダを巻いておきましょうか。マガツヒ貯めてきたな。マガトキ会心。防御した方がいいかな。防御すればクリティカル取られても、どうなんだっけな。いや、ちょっと防御していきますか。ちょっと一旦みんな、弱点をついて、プレスターンを増やした上で防御しましょう。で、ガード。間違えた。ガード。どうかな。マハムド。あ、オッケーオッケー。で、マガトキ回心を入れていく。やるのはブフなんだけど、結局ね。で、嵐からの歌声。このままゴリ押しできますね。片付きました。パズスも倒せました。我が羽を折るその力は認めよう。だが、我をほふろうが、悪霊の呪いは消えぬ。我が風は永遠なり。あ、そっか。これでまだ解決しなくて、次は確かアナーヒターを探さなきゃいけないんじゃないっけ。そんな話だった気がする。またミーツがたくさんあるな。ここはそれぐらいしか何、ないかな？ミマンはいないかな？近くにミマンが、あ、いた。近くにミマンがいたら、この左下のね、ミニマップに表示されるんですよね。これで何人目のミマンなんだ？ 14 体目のミマンか。じゃあ、マーメイドにね、報告していきましょう。呪いが解けないなんて。でもありがとう。元凶の悪魔を倒してくれて。
もう少しここでいろいろ調べてみようと思う。うん。魔導書を3個。これ続けて受注できるのか。アナーヒターという女神はご存知？確かアナーヒターは古代ペルシアの大いなる水神と言われ、その力強き正常の流れはあらゆる魔を打ち払うそうよ。もしかしたらその力で呪いを解くことができるかもしれない。アナーヒターを探しましょう、じゃあ。正常なる源泉。あれ、ちょっと今気になって帰ってきたというか、やってきたんですけれども。これ、青髪の打つセミって、一度入手しても、時間経過で復活するんですね。これ二つ目ですね。あの場所から手に入るの。よし、じゃあ再び東京タワーにね、帰ってきましたので、この先に進む。じゃあ再びね、また東京タワーに帰ってきましたので、この先に進んでいきましょうか。お見事！あのヒュドラを倒すとは。そんな登場だったっけ？お初にお目にかかるな、ワコードよ。拙僧は醸造寺のもの。名を五光と申す。醸造寺僧侶五光。拙僧は東京で異変を感じ、調査中に気づけばこの地をさまよっていたのだ。何担いでたんだ。御仏の導きでそなたを見かけ、助けようとした。しかし無用であったようだ。だがそなたとて無傷ではあるまい。唐突であるが、これを信ぜよう。力強いな、こいつな。何もらえるんでしたっけ？拙僧はもう少しこの地を巡るとしよう。そなたもこの地を巡るならば、あちらの方角へ行くとよい。何にも見えねえ。ベテルの天使たちが集う地があった。他より安全な場所であろう。東京議事堂か。ではさらばだ。御仏の導きが我らを再び巡り合わさんこと。これ何かついてるんですかね。禰豆子が入れそうな、なんていうのあれ、お仏壇みたいな。怪奇のピラーを手に入れた。これでどこでも流血に帰れるようになる。ここで手に入るんだっけ。こんな遠くにいる。あんた、さっき天使の話をしてたよね。だったらあっちの町の中に天使が見えたんだ。行ってみようよ。場所教えてあげるからね。さらに奥に向かっていくのか。天使に会おうを受注しました。先に伝えた通り、天使はベテルに所属し、東京議事堂で活動している。その天使と会って、東京議事堂への道を聞き出すことを推奨。よーし、それじゃあ天使のところに行こうか。といったところで、まあちょっと今回のパートはね、この辺で終わりにしようかなと思うんですけど、いや、なんか今のところあんまりね、展開に変化がないんですよね。無印版と。このままどこまで進んでいくのかなっていうのがちょっと気になっているんですが、まあちょっとこの辺りの散策とかはね、ベトロクガガイで片付けて、また続きはね、次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。